はい、どうも、小芝見ベースのマッサンです。今日はちょっと朝からね、悲しい出来事がありました。前回ね、交尾してたね、メスの方ですね。ちょっと産卵に期待していたんですが、今日ね、朝見たらまた交尾しててね、ちょっと様子見てたんですけどね、オスが離れたんで、メスの方を見たら全然動かなくてね、ちょっと捕まえてみたらね、死んじゃってますね。まあ交尾はね、一回すればね、もうしないと思うんですけどね。2回してたんですよね。だから前回と今日ね。それでね、このメスの個体ね、一番ちっちゃかったんですよね。捕まえてきた時ね。赤ちゃんでね。ね、まだちょっとね、交尾するには早すぎて、たのかな。2回交尾するっていうのもちょっとおかしいんだよね。まあね、ちょっとその辺のことまた詳しくしね、調べてみますけど、残念ながらね、死んじゃいましたね。まあこういう姿を見るとね、ちょっとね、自分の勉強不足がちょっとね、悔やまれますね。まあ、この死因についてはね、ちょっとよくわからないんですが、まあ、2回交尾したんで、個体もね、小さかったんで、負担がかかりすぎた、じゃないかなって思ってんですけどね。お腹のとこね、ずっとオスが噛みついてるんで、結構ね、お腹のとこに V の字のね、跡がくっきりついているんでね。それで死んでしまったんではないかっていうね、感じなんですけどね。もうこの間の交尾終わってね、産卵床とかね、設置しておいたんですけどね、まさか今日また交尾してね、こういう感じで死んでしまうとはね、思いませんでしたね。ちょっとね、またよく調べてみますね。これからちょっとね、庭にね、穴掘って埋葬したいと思います。残念ですね。悪いことしちゃったな。やっぱりね、日本カナヘビね、カナヘビから始めた爬虫類なんですが、いろんなことね、教えてもらってね、違う爬虫類とか飼うことができるようになってね、まあ感謝しているんですけどね、こういう結果になることもあるんで、他の爬虫類でね、繁殖させる場合もね、やっぱり気をつけないとね、こういうことにね、なっちゃうんですよね。オスとメスのサイズとか、そういうのもね、関係してるんかもしれませんね。残念です。じゃあちょっとね、花を添えてね、
埋葬してきますね。まあ今日はね、そういう話題になっちゃったんですけどね。残念です。